はい、こんにちは。今日はなぜ翼の塔のデモや凱旋を配信するようになったのかっていうのをちょっとね話してみようと思います。当初はライブで話そうかなと思ったんですけど、ライブだとポロっちゃったりした場合もう撮り直しができないので、編集録画ですることにしました。そもそもなんですけれど、政治にそれほど興味はありませんでした。でもね、例の病気のこととか、ヨーロッパでの争いがありまして、政治に興味を持つようになりました。例の病気やヨーロッパでの争い、その政府の対応、僕にとってはちょっとあまり納得のいくようなものではなくて、このままではちょっと日本がやばくなってしまうのではないかと思っております。で、ちょうどその頃参議院選挙があって、どの人に投票すればいいのかなといろいろ探しておりました。最初のうちは賛成と、ああいいかなと思っておりましたけれど、黒川さんが賛成党の会合みたいなものに突撃して動画配信してくれまして、その見た時のその賛成党の方々はなんかちょっとねカルト宗教みたいな感じでしたので、あ、これはちょっとまずいなと思いまして、今度は黒川さんの方をちょっと見るようになりました。その当時の黒川さんたちの軍団は、富山さん、根本さん、落合さん、斉藤さんもいたか、あと途中からナオライオンさんも加わりまして、いろいろなところに凱旋を行っておりました。凱旋の様子をライブ配信しておりましたので、それを見ていて、ああこの人たちいいチームだなって思って見ておりました。そんでもってね、自民党本部前凱旋の時、ちょうど安倍さんが銃撃されまして、そして黒川さんがちょっとねポロッとしたような風に見えました。まあ安倍さんと黒川さんは性的でしたけれど、まあいろいろな思いがあったのかと思います。その後次の日だったかな、池袋とかその他、まあアメリカ大使館前凱旋とかを見て、参議院選挙には黒川さん投票しようと決めました。そして僕も黒川さんたちの凱旋やでもライブ配信しようとその時にね思いました。そしてまあ一番最初の、デモ凱旋が僕のライブ配信の最初のその黒川さんたちのデモ凱旋は、統一教会本部前のデモ凱旋でした。
その後ね、公明党本部前とか行っております。選挙の結果はまあ比例で3位ということで、まあ落選してしまいましたけれど、僕がその時思っていたことは、ガーシーさんはおそらく任期満了する前にどこかで辞めるのではないかと思っておりました。それがね、結構意外に早く来てしまいまして、ガーシーさん辞めて次は誰になるのかと思っておりました。まあワンチャン黒川さんなるんじゃないかなってすごい期待しておりましたけれど、まあ2位当選の方は辞退して、なんと黒川さんも辞退してしまいまして、すごい時はショックでした。そしてその時は黒川さん支持から一旦離脱してしまいました。そしてまあいろいろ時は参政党討伐とかやっている時期だったかな。まあ、ちょくちょくは動画を見てはおりましたけれど、そんでもってまあ案の定という感じで孫氏が裏切りまして、もうこれ黒川さん大丈夫かなと思いながら心配して見てはおりましたけれど、まあ俺は始めたことはやめないとか言って参政党討伐に行ったりもしていて、なんかすごく痛々しく見ておりました。まあ、精神的にまあ時弱かったらこのまま消えていってしまうのかなと思っておりましたけれど、いや、そんな山じゃ人ではなかったようで、立花隆をぶっ壊すって動画でぶち上げた時はうおーと思いました。それでまあそこからまた復帰しまして今に至っております。ただね、僕は信者とかとは違いますので、方向性が変われば、また離脱することもあります。まあこれはしょうがない。今現在は黒川さん支持しておりますので、これからも翼の党関係のデモ凱旋はライブ配信していこうと思っております。翼の党関係のデモ凱旋は本人たちもライブ配信しておりますので、チャンネルじゃないや動画がバンされるような配信はしませんので、そこら辺は結構ね安心してライブ配信ができております。とりあえず今日は僕が翼の党の関連のデモや凱旋のライブ配信を行うこととなったきっかけをお話ししました。今日の動画はこれくらいで、ご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いいたします。